牧きあさみは、日本のバレリーナ、振付家。君党は、文化勲章。本名は、福田あさみ。別名義として、立花の周辺を用いた。文化功労者。牧きあさみバレエ団総監督、新国立劇場舞踊芸術監督、新国立劇場バレエ研修所所長などを歴任した。東京府東京市生まれ。バレエダンサー。 インド文化研究家の牧幹夫を父に、バレリーナ、振付やバレエ指導者の立花の秋子を母に持つ。1933年5月12日に誕生。両親は、牧の出生届を翌年まで提出せずにいたため、そのことを知った祖母が秋子のいとこの子として、手続きを行った。戸籍には、昭和9年生まれ、福田作の幼女と記されている。 牧のプロフィールに昭和9年生まれとなっているのはこのためである。母の秋子はバレエダンサーとして身を立てたばかりであり、また当時はバレリーナが結婚、出産することは舞踏家として不利になることが多かった。ため、生後18日から小学5年生まで竹に預けられ、育つ。父母の結婚は双方の家族から宗教の違いなどを理由に反対を受けていたこともあり、 正式なものではなかったという。母の秋子は、バレエの早期教育を提唱していたため、マキも4歳の頃より、文京区小石川から、杉並区宮前にあった母が主催する、立花バレエ学校に通って、レッスンを受けた。同年、父がインドに渡航する。1954年アメリカに留学、アレクサンドラ・ダニーロは、イゴール・シュベッツォフに指示した。 1956年母と共に、マキアサミバレエ団を結成する。1970年、父のミキヨがインドで隠しし、1971年に母のアキコも死去。1971年に現役を引退し、立花バレエ学校校長として、後進の育成、指導に当たった。1999年から、 新国立劇場舞踊芸術監督に就任し、新国立劇場バレエ団を率いた。1984年、50歳の時に17歳年下の三谷京造と結婚。2010年、新国立劇場舞踊芸術監督を退任。後任には、イギリスバーミンガムロイヤルバレエ団芸術監督のデビッド・ビントレイが就任した。振付師として、 古典バレーの海底演出のほか牧あさみの椿姫、アビアントなどを発表した。2021年10月20日11時35分、大腸癌のため、東京都内の自宅で死去した。87歳没。なお、没後の10月26日に、日本政府より牧に文化勲章が授けられることが発表されたが、除訓内定の伝達は、 死没日の前日の19日であったとのことである。日本国政府は死没日をもって13位に除した。ありがとうございます。